ましてピアニカ陽子です。11月12日から始まりました火曜ポップスチャンネルクリス松村の注文の多いレコード店という番組でピアニカ陽子として出演をしています。番組ではお伝えしてきれないピアニカの魅力をこれからピアニカ陽子のピアニカ YouTube という形でお届けしてみたいと思います。最初の1曲は大人気のこの曲をピアニカでお届けします。聴いてください。それではまた明日。